男とはバカでアホでうるさくて汚くて間抜けで近づいてはいけない存在。でもなぜなんでしょう、最近男のことを知りたいという思いが胸の中で大きく、何なんでしょうこの胸の高鳴りは。テレビアニメくのいち椿の胸の内、2022年アニメ化決定です。私は驚いっ子でしょうか。